皆さんこんにちは。作業療法士の多田です。カトリモリモリ体操とは、高知県で始まった生き生き100歳体操をカトリ氏バージョンにアレンジしたものです。歌を歌いながらゆっくり運動することで筋力をつける効果がアップするだけではなくて、認知症や糖尿病の予防にも効果があるとされています。現在コロナウイルスの影響で不安な気持ちで生活されている方も多いと思います。外出がなかなかできない中で足腰が弱くなってしまったという言葉もたくさん聞かれています。筋力はつけるまで時間がかかりますが、落ちてしまうのは早いものです。歌いながら体操することで体だけではなくて心も元気になります。ぜひ皆さんも取り組んでみてください。それでは体操を始めていきます。今日は準備体操、筋力運動、整理体操をそれぞれ2つずつ行っていきます。体調に気をつけて、無理せず水分もこまめに取りながら運動していきましょう。では始めていきます。まずは深呼吸です。鼻から多く息を吸ってゆっくり手を上げていきます。この後に4のリズムでゆっくりと吐いていきます。 1,2,3,4 で息を吸って 5,6,7,8 で吐いていきます。3回行っていきます。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7 もう一回です。3,2,3,4,5,6,7,8 次は足踏みです。足踏みは足だけではなくて手も大きく振って足踏みをしていきます。やるときには手足を交互に動かすところがポイントです。今回は8のリズムで4セット行いたいと思いますので、よろしくお願いします。ではいきます。せーの、 1,2,3,4,5,6,7,8 2,2,3,4,5,6,7,8 3,2,3,4,5,6,7,8 4,2,3,4,5,6,7,8 では筋力運動に移ります。筋力運動の一つ目は立ち座り運動です。立ち座り運動の準備は、まず椅子に浅く腰掛けていただきまして、手を前で組んでいただきます。この状態では足に力は入っていませんが、ここからゆっくりお辞儀していただくと足に体重がかかってくるのがわかると思います。お辞儀をして足に体重がかかってきたなと思いましたら、お尻を持ち上げて立っていきます。ピンと立ちましたら、今度は座る時も真下に座らずにゆっくりお辞儀しながら座っていくのがポイントです。歌に合わせて歌を歌いながらゆっくり行うことが大事なポイントです。ではやってみましょう。
今の立ち上がり座り運動はももの前とお尻の筋肉の運動です。椅子や床から立ち上がりにくくなってきたという方はとても大事な運動なので、ぜひ試してみてください。もし椅子から立てないという方はこのように前後するだけでもしっかりと筋肉を使えていますので、それだけでもよろしいのでやってみてください。次の運動は足を横に広げる運動です。皆さん立てる方はお立ちいただき、椅子の背もたれやテーブルなどをつかまりながら運動してください。ポイントは2つあります。1つ目は足を開いたり閉じたりするのですが、その時に開いた足のつま先が外側を向いてしまっては外側を向いてしまってはいけません。つま先が正面を向いたまま広げていただくのが1つ目のポイントです。2つ目のポイントは、広げる時に体が横にならないように、体はまっすぐを意識して足を広げたり閉じたりをしていきます。こちらも歌いながらゆっくり行っていきます。片足10回やっていきます。ではお願いします。今の運動では、広げた足のお尻の筋肉だけではなくて、軸足の筋肉も使っていると思います。この運動は、歩くときに横にふらついたりするのを抑えるためにとても大事な筋肉です。歩くときにふらつきが多くなってしまったなという方は、ぜひやってみてください。次は整理体操です。整理体操1つ目は手首のストレッチです。まず手のひらを上にして手を前に出していただきます。反対の手でゆっくりと手首を反らして手首を伸ばしていきます。伸ばした状態で痛みがないかを確認していただき、その状態で15秒伸ばしていきます。では行っていきます。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、ゆっくり戻していきます。こちらは手首の骨折の予防にも役立ちます。同じように反対の手もやってみてください。では反対の手です。手のひらを上にして反対の手で手首を反らしていきます。では15秒数えます。
せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、ゆっくり戻します。最後は足のストレッチです。少し浅く座っていただきまして、伸ばす方の足を斜め前に出します。つま先は天井を向くように足首を上げていただきます。上げた足首の方にめがけてゆっくりと手を伸ばして、届くところまで手を伸ばした状態で15秒数えていこうと思います。息を止めないように気をつけてください。ではやっていきます。足を伸ばしていただいて手を伸ばします。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、ゆっくり戻します。こちらはももの裏の筋肉のストレッチになっています。腰痛の予防にも効果がありますので、ぜひやってみてください。反対側も同じように15秒やってみましょう。では反対の足をやっていきます。足を斜め前に出していただき、つま先は上に上げます。では手を伸ばして15秒数えていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、皆さんお疲れ様です。息が切れてしまったり疲れている方は追加して深呼吸をして息を整えましょう。これでは物足りないという方は、香取市もりもり体操もう一つ動画がありますので、ぜひやってみてください。ではお疲れ様です。皆さんまた会いましょう。